中村地区にある波の浸食によって自然にできた洞窟で、1964年に当時の中学生が人骨群を発見しました。9から10世紀、平安時代のものとされています。なぜか、多い野良猫。いつからいたのか、増えたのか、島民もわからない。近年、海猫や野鳥を襲う、厄介な存在になっています。